小川里美8月28日隊は日本の声楽家、オペラ歌手である。1999年のミスユニバース、日本代表としても知られる。有限会社ビットアーツ取締役の宮前達也はいとこである。1977年8月28日、埼玉県三里市に生まれる。家族が音楽好きだったこともあり、6歳からピアノを習う。小学校四年の時、 カモオ少年少女が商談に入る。大学3年の時、街で突然、ミスユニバースに出てみないか、とスカウトされ、それがきっかけで1999年、ミスユニバースジャパンに選ばれる。ミスとしての任期の間大学は休学する。1999年5月26日、日本を代表して、トリニダード・トバゴで開催された、ミスユニバース1999に出場。 入賞ならず、東京音楽大学音楽学部音楽、学科声楽演奏科コース卒業、東京音楽大学大学院修士課程修了、鈴木康子、高橋慶三、成田海智子、野村洋子、F ダルテーニャ、M レアーレに、指示、声楽を学ぶ。大学院在学中、留学生特別奨学金を得て、オーストリアザルツブルクに留学。 モーツァルテウム国際サマーアカデミー終了。エムリ・ポブシェク・エブルクシュタラーに指示。2003年4月、新国立劇場オペラ研修所入所。2006年3月、同終了。2006年に、文化庁、新進芸術家海外留学制度奨学金を得て、イタリア・ミラノに留学。2009年、トゥーランドット国際コンクール優勝者。 ベローナのテアトロフィラルモニコにおけるプッチーニ、トゥーランドットでイタリアデビュー。トレデルラー後ジェノバ歌劇場に流役で出演。シャネルピグマリオンデイズ2009参加アーティストとして1年間リサイタルを行う。これまでにソリストとして NHK 交響楽団、読売日本交響楽団、東京交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、 新日本フィルハーモニー交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、東京シティフィルハーモニック還元楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、オーケストラ・アンサンブル・金沢、札幌交響楽団、九州交響楽団などと共演。指揮者では、井上道義、広上順一、大友直人、山田和樹、 い森大二郎、佐藤豊、佐藤雅宏、ケリーリン・ウィルソン、アントニオ・ピラオッリの各志らと共演した。藤原歌劇団団員。A.B. 安田直美。元ミスユニバース日本代表まっすぐな瞳で歌と、歩む、オペラ歌手、小川里美さん。産経ウエスト、株式会社産業経済新聞社。2019年4月24日閲覧。宮前達也。 ミスユニバース 99bitarts.jp 有限会社ビットアーツ2019年4月24日閲覧 ABCD 聞いてくださる方が喜ぶ音楽を届けたいそう思いながらいつも歌っています腰がやし2019年4月26日閲覧ミスユニバース1999 pheantopolis.com2012 年2月7日閲覧 AB オペラ研修所研修生第6期生新国立劇場2019年4月24日閲覧新国立劇場オペラ研修所第6期生が入所新国立劇場2019年4月24日閲覧新国立劇場オペラ研修所 第6期生が3年間の研修を終了。新国立劇場。2019年4月24日閲覧。ABC、小川里美。株式会社、ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス。2020年3月21日閲覧。ABCKO 義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団、第142回定期演奏会プログラム、小川里美里美小川。 シャネル・ネクサス・ホールシャネル合同会社。2019年4月26日閲覧。シャネル・ピグマリオンデー・デイズ2009シャネル・ネクサス・ホール2019年4月26日閲覧。シャネル・ピグマリオン・デイズ2009グランド・フィナーレシャネル・ネクサス・ホール2019年4月26日閲覧。AB イリス役小川里美が語る。 シアター・オペラ・マスカーニ、歌劇、イリス、アイ・クラスク、2019年4月26日閲覧。内越安行、オペラ、カルメン開催について、田辺氏、2019年4月26日閲覧。公演情報、株式会社福島中央テレビ、2019年4月26日閲覧。西エグサシゲアキ作曲オペラ、神風神風。 リブファンズ株式会社スキーエイキーアップス2019年4月26日閲覧 AB ドンジョバンニ舞台裏レポート jof.or.jp 公益財団法人日本オペラ振興会2019年4月26日閲覧銀座オペラ柄コンサートヤマハ銀座2019年4月26日閲覧 小川里美ソプラノリサイタル。サンシティホール。公益財団法人越谷市施設管理公社。2019年4月26日閲覧。小川里美ソプラノリサイタル。アベマリア。a.s.a.hi-hall.jp。浜利久ア朝日ホール。2019年4月26日閲覧。ライフサイクルコンサート雄大と行く昼の音楽散歩。 triton-arts.net NPO 法人トリトンアーツネットワーク2019年4月26日閲覧クリムトと1900年ウィーンをめぐる音楽マイナスタワー .jp2020 年12月27日閲覧ありがとうございます